はい、皆さんこんにちは。中学1年生の国語の内容をね、確認していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、何度か動画でも取り上げてるんですけど、敬語の話についてですね、改めまして確認していきましょう。敬語は3種類あります。丁寧語、謙譲語、尊敬語、この3つですね。丁寧語はですね、言葉通りその丁寧に言う言い方になりまして、ですます調で話すときに使う言葉になります。謙譲語ね、ちょっとこれ漢字も難しいので気をつけてほしいんですが、謙譲語に関しては必ず主語がですね、自分自身、私とか、あるいは私の身内、私の父がとか、私の弟がとかね、そういう形で身内が主語になっている時に使うのがこの謙譲語になります。で、尊敬語ね、これはよく聞くと思うんですけど、尊敬語に関しては目上の人に対して使う言葉になるので、この3つしっかりですね、分けて覚えていきましょう。で、今日はですね、まあ、いくつかの動詞をちょっと出しましてですね、それぞれ尊敬語や謙譲語にはどういう形になるのかなっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。まずは行くと来る、それからいるなんですけれども、この尊敬語、いらっしゃる、おいでになる、これはですね、この行く来るいるは全部共通になります。どちらもいらっしゃる、おいでになるって感じですね。で、行く来るっていうのはですね、謙譲語になると参るや伺うという形ですね。で、いるの謙譲語はおるという形になりますので、これはちょっと分かれますのでね、別々でしっかり確認してください。はい、で、食べるに関してですが、これね、召し上がる、召し上がるという言い方ですね。これ結構聞くかもしれませんね。で、いただくなんていうのもですね、よくなんかお土産とかね、何か、人からもらうときいただきますなんてね、いたりもしますね。はい、くれるに関してはくださるというのが尊敬語ですが、謙譲語はありませんので、ね、これ×がついています。で、聞くに関しても尊敬語はありませんね。伺うとか受けたまわるとかね、そういう形になりますね。で、見るは、ご覧になるが尊敬語で、謙譲語は拝見する。この拝文字ね、横が4本線になりますので、結構3本で引いちゃう人いますんで、拝見の拝の字で1、2、3、4本あります。ここを漢字気をつけてください。はい、それから言うとか話すなんですが、これおっしゃるね、尊敬語はおっしゃるで、謙譲語は申すとか申し上げるね、私が申し上げますって感じですね。はい、するはなさる、尊敬語はなさるね、謙譲語はいたす、いたすね、もらう、知る、思う、やるは尊敬語はありませんので、謙譲語だけ、いただく、存じる、差し上げるね、こんな形で確認してもらうといいでしょう。ぜひね、ここら辺によく使います動詞になりますので、尊敬語、謙譲語を分けて、しっかりですね、確認してみてください。覚えちゃうとですね、非常にやりやすいと思うんでね、ぜひともね、できれば、いくつかでもね、覚えてもらうと嬉しいなと思います。はい、というわけで本日の国語ここまでになります。もう一度よく繰り返しね、確認してみてですね、尊敬語、謙譲語の区別しっかりつけていきましょう。では、ここまでになりますね。また次回お待ちしております。じゃねー。はい、失礼します。